皆さん、こんにちは。JEC 奈良福音教会の緒方健一と申します。本日は2022年11月9日水曜日です。本日の聖書の箇所は、創世記45章1節から15節です。命を救うために使わされ、使命を悟った者の許しというテーマで、このところから神様の語りかけられる声を共に聞いていきましょう。創世記45章1節から15節。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして、驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで、今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間、国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その殿下には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。どうか、急いで父上のところに登って行き、行ってください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。ゴシェンの地に住んで、私の近くにいてください。父上も、子と孫、羊と牛、また父上に属するすべてのものも。飢饉はあと5年続きますから、父上も家族も、また父上に属するすべてのものも、困ることのないように、私が父上をそこで養いましょう、と。さあ、あなた方も、弟のベニヤミンも自分の目でしっかり見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のことを父上に告げ、急いで父上をここに連れてきてください。彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまた、兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは、彼と語り合った。今日のところはですね、まさしくここまで見てきたヨセフのストーリーのクライマックスだということができます。これまで共に見てきました通りですね、ヨセフとヨセフの兄弟の間に和解がもたらされて、その家族の中に平和、シャロームが、その状態が回復されていく、その時を迎えます。そして今日のところではないですけども、この後ですね、立て直されたこのイスラエル、この神の選ばれた民がですね、エジプトへ行くことになり、また出エジプトを経て、カナンの地に入り、
そしてぐんと飛ばしますけども、あのアブラハムに約束された通りに、このイスラエル、さらに言うならば、昨日見たあのユダから始まるユダ族から出たイエス・キリストによって、祝福がすべての国民に及んでいくことになるんです。主が切に願われるシャロームがすべての人と神との間にもたらされていくことへとつながっていったんです。前置きが少し長くなりましたけども、今日のところを見ていきたいと思います。今日も昨日と同様少し長い箇所ですので、全体を見ながら皆さんと主からの語りかけを聞いていきたいと思います。昨日の箇所であったあのユダのベニヤミンを何としてでも父の元へ返してほしいという取りなしが終わったんですけども、それを聞いたヨセフはユダをはじめ兄弟たちのうちに真の本当の悔い改めがあることがはっきりと分かってですね、もう感情を抑えることができなくなりました。そして声を上げてヨセフは泣きました。これまでのことが咳を切ったように心の内から注ぎ出されたことだと思います。どれぐらい泣いたのかはここに書かれていませんけども、おそらくその思いは、その涙はなかなか収まらなかったことだと想像することができます。そしてその泣いた後ですね、思いを注ぎ出した後、ヨセフは兄弟たちに自分の身分を明かしました。3節から4節です。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。そしてそれを聞いて兄弟たちが心に責めを覚えているのではないかと思い、すぐにヨセフはこういうふうに告げます。ここにヨセフが彼らを許し和解をする心があることがはっきりと言い表されているということができます。5節です。私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。ヨセフは兄弟たちがしたことは良いことだったとは決して言いませんでしたが、そのことによってこのように主がしてくださったんだと言っています。もう一度その部分をお読みします。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。神様が人間の目から見れば最悪に見えるようなこと、マイナスのことも益としてくださった。そのことがあったから今ヨセフがエジプトのナンバー2の地位となって、自分の家族だけでなく同胞であるイスラエルをも救うことができたのだとヨセフは兄弟たちに語りました。ヨセフはすべてのことのうちに主の深い愛と憐れみの御手を見ていたということができます。このような信仰に生きることができるのはなんと幸いなことでしょうか。もちろんそのところへと整えられていく道のりはですね、本当に厳しいもの、険しいものであったということができますが、そのような道に入れて生かしていただくということは本当に幸いのことだと言えます。しかし主は全てを無駄とせずにですね、ただこのヤコブの家族だけに平和がもたらされ、祝福がもたらされるだけではなくて、最初に言いましたように、あのアブラハムと結んだ契約の通り、全ての国民へ、国民へとそれが及んでいくようにしてくださったんです。ヨセフは7節でもこういうふうに言っています。7節です。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。そしてその言葉の通りに、後にまた神様の約束の通りになっていきました。それを私たちは聖書を読むときにはっきりと知ることができます。ヨセフがそれらのことを告げた後、彼らは抱き合って泣いて口づけをして、そして語り合ったんです。もう一度言いますけども、ここに完全な和解が、
平和が彼らの間にもたらされました。まあ、このヨセフの物語とは比べ物にならないほど小さいことですけども、私自身も同じような道を通らされることがありました。クリスチャンになった後、国籍の違う女性と結婚するということも重なってですね、まあ、ある面で迫害を受けて家を出ることになりました。親子の関係もほぼ断絶の状態になりました。そこからはヨセフの苦難、ヨセフほどの苦難ではありませんでしたけども、経済的にも大変なところを通ることになりました。まだ20代、少し回ったところぐらいの年齢でしたから、生活力もあまりしっかりなかったことも相まって、経済的にも大変なところを通りました。しかし、主はですね、すべてを備えてくださって、生かしてくださいました。まあ、長い話を、これをすると2、30分かかりますから、長い話をぐっとまとめますと、それから10年以上経った後ですね、先日も少し話しましたけども、父の会社が倒産することを通して、両親がなんと私たちの家に住むことになったんです。一時的なものでしたけども、そういうふうになりました。最初は本当に私は嫌でした。もう嫌で受け入れることはできればしたくなかったんですけども、家内の方が受け入れて家に住むことを許した。そういうこともあって、私もしぶしぶ父と母が来ることを受け入れました。主はそのことを通して、今思います、和解の道を備えてくださったということを覚えます。父が移り住んでからですね、時間が経つにつれて、私の心が少しと溶かされていきました。私はヨセフと違って相当頑固で、まあ愛のないものでしたので、ないものですので、すんなりとはいきませんでしたけども、ある日父がですね、お前の信じているイエス様のことを知りたい、話してほしいと言われたんですけども、まあ頑固なものだったので、その時に最初の時は、それまでのひどかった親子関係のことや、自分が家を出るしかなくなったことを思い出してですね、最初は父がそう言った時に嫌やって言ったんです。それほど私の心はまだ固くなだったんですけども、しかしそういうふうなことを通して主は少しずつ私の心を溶かしていってくださって、父との関係を回復していってくださって、父にもイエス様のことを伝えることができ、それからしばらくして父が救いへと導かれました。本当に奇跡でした。そしてその後ほどなくして父は天に召されていきました。父が生きている間には言えなかったんですけども、今ヨセフが兄弟に言ったことを本当にそう思います。神が私を家を出るように導き、別のところに住まわせて、父の魂を救うようにしてくださったんだと。私は本当に弱いものなので、どうしても人生に起こることをピンポイントで見てしまって、人を憎んで、神様にも心を閉ざしてしまいます。でもこのヨセフのストーリーから思います。私たちがこの世で生きる限りですね、試練もあり、苦しみもあり、悲しみもあります。これからも私にも何度もそのような時が訪れると思います。しかし、その時に自分の経験したことも、またヨセフのストーリーも思い出しつつ、その背後にある主の愛の見てと、その方の大きなご計画を覚えさせていただき、主がすべてのことを益としてくださることを信じつつ歩ませていただきたいと本当に強く願います。最後にもう一度今日の5節をお読みして終わりたいと思います。私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいました。今日私たちは改めて覚えさせていただきましょう。まあ、本当に当たり前のことですけども、当たり前すぎることかもしれませんが、神様の愛と憐れみは私たちの想像をはるかに超えて大きいということを覚えさせていただきましょう。そして神様のご計画は
私たちにもそうしてくださった通り、すべての人々に命を救う、ご自分のもとに取り戻すためのものであるということを覚えさせていただきたいと、そう願います。それを覚えつつ、主の道を歩ませていただいて、私たちを通して、また一人の魂が命の道へと取り戻されることを願いつつ歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このヨセフのストーリーを通して、改めてあなたの愛、そして憐れみの深さ、それがもうどれほどのものであるのかを知らされたことをありがとうございます。まだそれでも一部しか知っていないと思いますけども、それでも圧倒されるほどのものです。そしてあなたのご計画は何と大きいことでしょう、偉大なものでしょうか。私にそうしてくださったように、命を、すべての人の命を救うために、ご自分のもとに取り戻したいと、その思いを持って、そのご計画を進めておられることを覚えます。ありがとうございます。神様どうぞ、そのあなたのご計画のために、私たちをまた整えてくださり、また一人の魂を命へと導く働きに加わらせてくださいますように、よろしくお願いいたします。すべてのことを感謝して、イエス・キリストの素晴らしいお名前によってお祈りいたします。アーメン。